作業を聞くような感じではないんですよ。うちはね、両親っていうか親父もうちのじいさんもサラリーマンで、はい、俺が初代というか、あまり寒い時にこう暖房をガンガン当てて、あったかくして花咲かせるとかじゃとか、そういうじゃなくて、でなるべくその季節に応じた花をその季節に出すっていう感じで作ってるので、でまあ気候風土に合うように作ってるところですかね。はい。いつもやっぱりオリジナルで何か、うちはそうです。あ、そうですか。大体こう、まあ、何パターンで、でまあそれこういったこういった合うのあるかな、まあ何回何年か仕事して、合うの見つけてそれにこう、実際にね、あの商品店に取るお客さんで気になるなんて話もちらほら聞いてたんで、ならばっていうことで、あのうちの。土とか水とか、うん、そこら辺は一通り調べて、まあ、問題ないっていうというふうな専門機関の方でお墨付きもらったので、うん、まあ大丈夫ですよ。そうです、はい、あの背の高い商品とかバーッと高いような、うん、そういうふうなのがあんまり出回らなくなってきてるんで、うん、今年ももうだいぶ売り終わっちゃったんですけど、うん、そういった商品を販売店に直接販売してたら、うん、結構そういうのを欲しい形があったので。まあ、地元のこう自分でお店に直接販売するっていう風なのをこう活かしたアレンジメントみたいな。そうですね。あと完成品を作ったりとかっていうのはなかなかまだ出回ってないので、そういう風なのを投資進めたいなと思ってて、そういうのとあの、ネットっていうかな、通信販売みたいな感じで宅急便でも売りやすいし、商品撮影とか重要になってきますね。そうお願いしますこんな状況なんで花なんてどうなんだろうっていう思いはあったんですよ、震災直後は。でも案外やっぱりちょっと花求められたっていうか、そういうなんていうの、買う人たちの気持ちがあったから、秋にこうじゃあ仕事再開しますよってなった時に比較的商品もこうスムーズにこう動いてくれたんで、まあ良かったですよね。Thank you.